キリストの哀悼、ゲルマン民族博物館、キリストの哀悼、またはグリムの哀悼は、ドイツのルネサンス期の巨匠、アルブレヒト・デューラーによる万丈の油彩画である。1500年頃に制作され、現在はドイツのミュンヘンにあるアルテピナコテークに所蔵されている。本作は、1500年に亡くなった。 最初の妻、マルガレーテ・ホルツマンの記念として、金細工職人のヤコプグリムから依頼された。1924年に、後世の保筆の削除により、宗教上の人物より、はるかに小さく描かれた寄進者と亡くなった妻の元の姿が蘇った。絵画は、有股屋のヨセフによって支えられている。 年老いて取り乱した聖母マリアを含む、信人深い女性に囲まれた、信大エスキリストを表している。右側には、対角線上に描かれた三人の人物が立っている。上から、福音書記者、ヨハネ、マグダラのマリア、ニコデモであり、マグダラのマリアとニコデモは、死体を埋葬に準備するために使用された交油が、入っているビムを持っている。ラメンテーション4。 クリストバイデアラー、アルブレフィト、www.wga.of.2021 年3月25日閲覧。ありがとうございます。